今日のお題はグレープフルーツだよ。グレープフルーツね、よくお店で売られているのを見るよ。それじゃあ説明していくよ。グレープフルーツはみかん科みかん属の常緑小高木だよ。文旦とオレンジが自然交配して誕生したと考えられているね。原産は西インド諸島のバルバドス島だね。改めて名前を見てみるとみかん属なのにグレープ、つまりはブドウってついてるんだよね。これはどうしてこんな名前になっているの？グレープフルーツはブドウの棒のように1本の枝に数個から10個ほどのたくさんの果実をつけるんだ。このことからグレープフルーツと呼ばれているんだ。味や果実の見た目とかじゃなくて果実のあり方から呼ばれているんだね。味はどんな感じなの？味は爽やかな香りにすっきりした酸味、そこに少しの甘みがあるようだね。疑問が解決してすっきりしたからまた美味しく食べられるよ。